如意寺は愛知県豊田市にある新州大谷派の寺院である。産後を落、命山と称し、本尊は阿弥陀如来。創建は1219年と言い,い、当初は武蔵国豊島郡荒木にあって満福寺と称したと伝えられる。限界から1253年を回帰とし、その門徒の本寺として栄えたという。限界は俗称を安藤隆光。 藤原鎌足の抜損とされる、坂道武者で荒木村を漁していたが、ある年に二次を一度に失ったことから発信して出家、新蘭の時期弟子となり、関東六老僧の一人として、名をなしたという。荒木にほど近い中城にあった中城氏とは、次第に縁が深まり、万福寺、第四世の半世は、中城影長の娘をめとっている。 上級の乱以来三河国高橋層の自動職に、ついていた中条氏は、13世紀中頃か、もしくは中条影長が当主であった14世紀前半に、武蔵国から三河国に移住したと言われ、半世の子で満福寺、第五世であった、両官は、旅先の刑からの帰りに訪ねた、衣状の中条長秀から満福寺の三河国移転を進められ、1325年に、 これを実現させることになる。移転当初は、高橋荘、青木源にあり、蘇志堂、大師堂、海山堂などを混流しながら花本村を改装する。この頃、中城長秀から寺領として、川港、平江港、古志戸村を与えられたほか、本願寺の閣女から女の寺を与えられて、寺号を、如意寺と改めている。その後の1345年に、 青木源から東方6キロメートルほどの山中の心したり京へ移転、さらに1605年の第十二世道地の時に現在地に移転、近世以降は三河触れ頭三家寺の一である正万寺の末寺として東本願寺に所属することになる。当時に残されている胸札によれば、本堂の前進堂が1665年に混流されたことが知られるが、現在見られる画乱は、 19世紀前半の第20世、源の州の時代に整えられたものである。境内の南西宮に東表して立つ大型の銅で、間口ち十丁十軒、奥行き十一軒、入りも屋造り、三河わらぶきで、正面には後輩を付す。1958年と1971年に屋根の吹き替え、2011年には屋根の吹き替えと、 最新補強工事が行われている。東道が建立された年代を直接的に示す資料は残っていないが、本省寺所蔵の所持記により、1823年頃の建立であることが推測されるほか、東領が山本金四郎定示という旧道大工であること、他にも大工、小引き、石膏といった交渉の名が知られる。飛び出した被縁たる木が緩やかな曲線を描いてり、 上がるの木先、妻壁の大きな千鳥部分などが全体的に軽快な印象を与え、豊かな装飾や上質な造りから新州本堂の発展完備された形式がよく示されているという。境内の北西宮にある建物で荒木如意寺系府は19世紀前半の混流といい、原本堂の混流に際して仮堂として用いられたとも伝えられることから、 具体的な混流の年代は1823年以前であろうと見られる。桁雪五軒、張馬八軒、霧妻作り、三河畑吹の刺繍に日差しを巡らせる。間口二軒、奥行き一軒の大床を付した上段の間を持つ書院としては本格的な作りで明確な秩序を持った間取りからも建築的な質の高さが伺える。なお、1909年に北側の縁を 半間拡張したほか、湯戸の、便所を候補している。中型の四つ足門で、境内の南東、本堂の正面に東表して立つ。切り妻作り、三河並ぶ木の屋根、二軒本茂たる木の軒、掛け魚を釣った、拝みを持つ。2012年の屋根の取り替え工事に発見された、牧書によれば、1826年の混流という、主要な材料として、津賀が用いられ、 境内の南側の傾斜地に木壇が作られ、その上の東側に立つ。桁雪、張りまともに一軒、入りもや作り、三河羅吹き、二軒、茂たる木とし、主要な材料として、毛きが用いられる。自伝によれば、混流は1755年とされ、本堂や三門よりも古い遺構とみられる。境内の東、築地米の内側にある木造2階建ての建物で、前述の、 荒木尿意寺系府は19世紀前半の混流であると、する。仮層は桁雪6軒、張間3軒、入も屋造り、三河羅武器、一軒そたるきという構成で、茶所として利用されていた西と中央の2室と、物入れの東の1室の合わせて3室よりなる。仮層の屋根の中央上部に上層を設け、桁雪、張間共に2軒、入も屋造り、三河羅武器、 一軒ソたる木とし、内部に太鼓を釣る。建立以来長らく荒廃していたものを1981年に大改造が施され、西の室は土間、中央と東の室は床張りで茶室として利用されることになった。2015年にも修理が実施され、外観が当初の姿に服することになる。太鼓楼は浄土新宗の伽藍に特有の大型建造物であるが、 西三河地域での移行は、極めて少なく、豊田市内では他に過密な寺のものが知られる程度で、ある。以下の建造物5件は2013年3月29日付で、国の登録有形文化財に登録。名鉄三河線平戸橋駅から車で、約15分。佐投町市では、万福寺、豊田市では、万福寺とある。 中条影長の子で、両官にとっては叔父にあたる。玄都よ多子小江戸町付近。山本金四郎定時は横松に住んでいた人物で、本人の前後三代にわたって金四郎を襲名し、江戸時代の後期から末期にかけて、三河国内でも数多くの自社建築を手がけている。ありがとうございます。